実はもともとは調理人ではなくて、某チェーンホテルの、フロントマネージャーをやっておりました。で、まあ、早期退職で辞めて、まあ、自分でやっちゃえということで、で、大好きだった居酒屋を、15年前にやりまして、うん、このまま居酒屋が厳しいぞということで、業態転換で、かつ、一人でできるものということで、狭いラーメン屋をやろうということで、こっちになりました。まあ、自分がラーメンが好きっていうのがあります。こういうあっさりしたラーメンを作りながらも、週に3日はやっぱりよそのこってりしたラーメンが食べてますし、ラーメンが好きっていうことと、一人でやっていけてちょっと個性を出せるかなと思ったのがやっぱりラーメンも、煮干しはメインなんですけども、他にはアゴとかスルメとか、もちろん昆布、椎茸のスープをまず1本作ります。魚介系をまず1本作って、それとは別にアニマル系、鶏ガラ系ですね。鶏ガラも鶏ガラだけではなくて、もみじとか豚バラとか、その他調味料、香辛料ですね、入れて、炊くんですけども、その2本を合わせたダブルスープ、やっぱりしょっぱくないガツンとくるラーメンではなくて、ふわーっと染み込んでいくラーメン、スープを目指しております。お出汁に近い、下手くそ、これラーメンじゃなくてお蕎麦じゃないのっていうような感じのものになってしまってるかもわからないんですが、2日前に節物は全部水から取っていきますので、一晩水につけて、そこからのスタート。淡麗の場合はこの魚介系を2杯、それとアニマル系、まあ、鶏ガラ系を1杯、焼き鳥屋の名残でつくねを1個、麺はコシがあって細麺で、なおかつ口当たりがいいものということで、製麺所さんに、探してもらってお願いしました。で、今沸騰してます。この段階で丼に移します。残り15秒ぐらいになると、ここで僕の大好きなワッタンの皮を丼にします。麺の湯切りはいろんな説があるんですけど、僕は自然に落ちていくことを前提にして、優しく柔らかい麺、柔らかい雰囲気で作っていきたいなと思って、こういう感じです。で、チャーシューで、タケノコで、さっき入れたつくね、鶏団子ですね、ロットオニオンとざく切りのネギ、そしてうちの好き嫌いの激しい梅干し、まあ、和風なんで梅干し入れたらいいかな、そういう意味合いで、で、海苔、これ完成です。ラーメンマニアさんから見たら全てが物足りないと思います。いろんな食事を楽しまれてる方はスープを飲んだ時に、あの奥行きとか広がりとか、うん、とかいう感じで、分かっていただけるかなと思いながら、一番嬉しいのはやはり美味しいという顔をされた瞬間、スープ一口飲んだ瞬間に、お、何やこれっていう、その瞬間が僕はやっぱり嬉しいです。で、あのやっぱり出汁の扱い方はですね、自分で出汁を取った方はお分かりいただけると思うんですけども、ね、温度管理と時間管理なんです。で、まあ、返しに関しましても、焼き鳥のタレとか、そういうタレも自分で作ってましたので、あのそういう返し、塩の返し、醤油の返しにしても、その辺の、10年の経験が生きてきてるなとは思います。割と年配の方が、何十年ぶりにスープを飲み干せたっていうふうに言われると、心の中でガッツポーズしてやったりと思います。やっぱりスープを飲んでいただいた瞬間に、おっというリアクションがあったら嬉しいですし、年配の方は割とこんな感じです。ですか。そうなってしまいましたね。多分僕はあの女子が好むんじゃないかなと思ったんですけども、うん、あっさり淡白、まあ、しっとり和風ということになると、やっぱり
男女比でいうと男子の方が圧倒的に多いですし、うん、で年齢層も比較的ミドルイージから上が多いかなと思います。一品一品を丁寧に作らなあかんという思いがあって、一品一品を丁寧に作る、一品一品を保つっていう意味と自分の名前の保つを引っ掛けて一品保つ。もう、まあ、徐々にこれからも少しずつお客さんを伸ばしていただいてますので、うん、まあ、大先輩たちが言うには旅会系はそもそも、爆発しないよ、ただ、うん、ついたお客さんは離れないから頑張ってねって何人かの先輩では言われたんで、まあそういうことで旅会をメインにしたあっさりのラーメン屋さんということで、腰据えてじっくりやっていきたいと思います。